皆さんこんにちは。今回はリセマラした後何をオーダーで狙うべきかっていうことについて話していこうかと思います。例えばそのリセマラで青バラキリトを手に入れたとか、まあ、パワーライズ引いたとかそういう人だったら、まあ、最初は、まあ、直剣モッド、片手直剣のモッドスキル狙うのがいいのかなって思いますけど、やっぱり最初周回便利なのであると、まあでも今の環境はどの武器も活躍できるようになってるんで、正直全部紹介していくとちょっと大変なので、またこういう防御力が上がるやつとかに直剣モッドの威力が上がるのでいいですけど、で直剣モッドって何がいいかっていうと、やっぱこの常設イベントで手に入るこのスキルがあのモッドにつけるとめちゃくちゃ強いんですよ。で直剣モッド1枚さえ手に入れればこれ使えちゃうので、装着して必須スキルが少ないっていうだけなんですよ。でも今の環境って実は片手直剣以外のが強いんですよ。もう直剣モッドマジで弱いって、まあ弱くはないんですけど、始めたばっかの人とかイベント周回する時とか61層以上のフロアボスでも、まあ、残属性弱点のやつだったら全然使うし、まあだんだん属性耐性とかいろいろついてきて直剣モッドが効かないボスも増えてきたんですけど、まあ効くやつだとしてもめちゃくちゃ大変みたいな。まあそのやっぱ覚醒パワーライズ3と直剣モッドですね。でそれどっちか持ってなかったらそのどっちか狙うっていう感じですね。どっちもなかったらどっちも狙う感じなんですけど、優先度的には覚醒のパワーライズ3ですね。まあこういうのはちょっとあの発動条件が厳しいんですけど、パワーライズ3とか直剣モッド、次に直剣モッド、まあモッドステップアップオーダー来たら引いてもいいのかなとは思いますけど、片手直剣のモッドスキルが当たるっていう保証がないので、まあ、どうなんですかね。ただ覚醒のパワーライズ4、これパワーライズ3ってやつなんですけど、パワーライズ4っていうのが出たら俺は絶対引いた方がいいと思っちゃいますね。あの片手直剣以外の武器が強くなるスキルなんですけど、まあ、あとは斧を使ったハヤブサ切りっていうやつも使えなくなるような、ちょっと条件が使えなくなるっていうか威力が落ちるやつなんですけど、まあ、まあそういう覚醒のパワーライズ4っていうデメリット効果がついてるけど、まあ、これもデメリット効果はついてるんですけど、まあ、いろいろ縛りがあるパワーラ4ですね。それが来たらまあ引いた方がいいと思うけど、まず来ないんですよね。ラインナップにすら入ってこないんですよ最近は。まああとは持ってる星音が最初あまりにも少なすぎると思うので、あの福袋オーダーっていうのが来たら、まあ、星音がすごい出やすいんで、まあ、それでもどうなんだろうね。俺はおすすめしたいけど、あれマジで引かない方がいいっていう人いっぱいいるんで、まあ、そこはもう好きにしてって感じですね。あとこういうグランドオーダーとかも、まあ、そこそこ星音が来やすいけど、まあ、結局どのオーダーも爆死するときは爆死するんで、あの出ないときは出ないです本当に。例えばこういうステップ5まであるやつって、ステップ5まで引いたらあの新星音が出てるこのピックアップされてる4枚のうち、この4枚、これとかこれとかこれとかこれの4枚のうちどれか1つ出るんですよ。ステップ5まで引くと 25% で出るんで、必ず新星音が必ず1枚出るんで、まあ1周引き切るのに11250ジェム必要なんですけど、まあ結構狙いやすいですね。この新星音の4つのうちのどれかでやっぱ直剣元とかパワラとか入ってたら引きたいなって感じはしますけど、でもこういうステップステップ5のやつってステップ5まででいいスキルが1枚も出ないっていうことあるんですよ。ステップ3でもいいスキルが出なくて、この新星音が出なくて確定枠で、でステップ5の新星音出てもそんな自分が欲しいやつじゃないやつ出たりすると、ステップ5まで11250ジェムかけて欲しいやつ1枚も来ないってなったら、そんだったらまだ福袋5000ジェムで2回引いた方が星音いっぱいもらえると思うんで、そうした方があの周回できるボスとか増えると思うので、まあ、福袋をね一応星を2枚保証あるんですけど、2枚保証5000ジェムであの確定枠が2枠あるんで、そういう意味で保証なんですけど、最低でもやっぱ2枚出るんで、結局オーダーなんですよこれ、ガチャなんですよ、全部博打なんですよ結局。結局なんか福袋はギャンブルだとか言うけど、これもギャンブルだから、オーダーだからこれ全部ギャンブルなのねこれ引いて
てる時点でもう確実性求めてんのが、いやまあ確実に近いっていうところで引いた方がいいと思うんですけど、正直これもギャンブルといえばギャンブルなんですよ。4つのうちどれかなんで、4分の3の確率で外れるんですよ。ステップ5まで行っても1周だけして当たるかっていうとちょっと微妙なんですよね。2周3周4周とかするくらいの気持ちで引かないと、もうそれこそギャンブルですよね。まあ、ただこのグランドオーダーは結構スキルが絞られてるんですよね。福袋よりは多分ですけど、まあ絞られてるかな。だいたいグランドオーダーってこのバースデーオーダーで登場したやつが入ってるっていう設定なんですよね。その誕生日などに登場したって書いてあるんです、これ。まあこういうやつで欲しいスキルあったら引くって感じなんですけど、まあとにかく最初はその覚醒パワラとか直剣モッドとか、まあどういうスキルが強いかっていうのは、まあ一応ソードスキルの強いやつを紹介した動画はまあ作ったんで、まあアビリティの方はちょっとめんどくさくてもうやめたんですけど作るの。まあソードスキルはそういう動画参考になると思うので、まあその動画のリンクを貼っておくので、それ見て、まあ引くの決めるのがいいのかなって思います。アビリティはやっぱ覚醒のパワーライズとか、まあこういう攻撃力が500上昇とかのこの覚醒スキルですね。そういうやつとか、やっぱさっき言った防御力が上がるやつですね。直剣モッドの威力が上がるんで、こういうやつとか、なんか強そうだなって思ったの来たら、まあ狙ってみるのがいいんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。